皆さん、今回ちょっと違う角度からのお届けになっていますが、お気づきでしょうかはい。気づいていらっしゃる方は、毎回ありがとうございます。はい。今回はなんで違う角度かっていうと、まあ、ちょっと立って紹介したいものがあるので、はい。こういう角度で撮っております。というのもですね、2月27日、去る2月27日、27日なんですけれども、あのラリーガジャパンとダゾンジャパンさんの方で、オンライン観戦イベントっていうのがありました。はい。 オンラインで、あの、まあ、皆さんのカメラは、VIP の方以外はカメラはなかったんですけれども、その中で、あまあ、チャットだったりしながら試合を見れるっていう、あの、ちょっと画期的なね、あの、イベントがありました。というのも、あの、普通オンラインイベントって、やっぱりその、配信元の権利の都合上、そんな簡単にはできないんですけど、ダゾーンとラリーガでタッグを組んで、ようやくそういうね、新しい企画が持ち上がったっていうわけなんです。はい。で、その対象となった試合が2月27日ですので、 第25節ですね。ラリガサンタンデル第25節のエイバル対ウエスカ。はい。エイバル対ウエスカ。もうお気づきですかね。エイバル対ウエスカと言いますと、はい。エイバルには武藤義則選手と乾隆選手。ウエスカには岡崎慎治選手が所属しています。はい。日本人対決ということでこういった企画が実現したと思われますが、その中でですね、あの、いろいろ企画がありました。一つは、 あの、商品抽選会ですね。はい。こういったあの企画には付きものである。例えば、今回はサッカーボールですかね。サッカーボールと、あの、試合球しかもなんか、本当に使った試合球と、なんかね、それにしかもサイン入れてもらえるみたいな話はなんかしてましたけど、あとね、あスアレス選手、ルイススアレス、まあ関係ないんですけど、ルイススアレス選手のモデルのスパイクであったり、あとは、 まあまあまあ、なんかとり、とりあえずいっぱいあったんです。ちょっと思い出せないんですけど、あの、私が、なんでこんな話をしてるかっていうと、実は私も一つ当たったんです。まあ当たった、正確に言うと当たったわけではないんです。というのも、この企画の中で、ラリーガであったり、エイバル・ウエスカに関するクイズっていうのが、クイズ大会っていうのがね、行われました。あの、試合見ながらだったんで、正直、試合見ながらクイズっていうのは解け、まあ解けなくもないんですけど、いつクイズが上に、ね、出てくるかわかんなかったので、 そうですねどちらかというと試合よりもクイズクイズっていう感じであの待ち構えながら解いてたんですけど結構ありましたね40問ぐらいあったんじゃないかなと思います一応その順位表だけスクショしたんでちょっとこの辺どっか出しときますけどもはいそれで見事にね私1位を獲得したんですよはいで1位に何がね当たるかというと当たったかっていうと 試合に、ね、出場した日本人選手のユニフォーム、着用したユニフォームなんです。で、私、当たったんです。皆さん、この試合、第27節、エイバル対ウエスか、ご覧になりましたかねはい。ご覧になった方、ぜひ思い出していただきたいんですけど、この試合はですね、えー、何分かなはい。70分ですね。70分に、武藤選手が出場して、 乾選手と岡崎選手は残念ながら出場しなかったんですけど70分に武藤選手が、あのー、出場したことで武藤選手が着用したユニフォームのそのままもらえるっていうことで、まあ、もちろんサイン付きで来ると思うんですけどもそれがねクイズ大会1位になった人には当たったつまり私当たりましたありがとうございます それが2月27日で1週間後ぐらいにあの発送するんで連絡先教えてくださいっていうことでラリーガーの方から連絡があって今日はもう3月の何日だ ?20 日です。まあ、実は18日3月の18日に届いてたんですがちょっとねクラブハウスの方で開けるところを撮りたいなと思って撮りたいっていうか音声で。 感動を皆さんと分かち合いたいなと思って思ったので、実は18日に届いたけど開けてません。で、20日に開けているというわけなんです。はい。早速皆さん気になりますよね。私も気になるんですよ。どんなものなのか。なので、ちょっとこれ開けてみたいと思います。これなんですよ。これ、あの、ちょっとね、も、ま、う、あ、 DHL、これもお馴染みなんですけど、ちょっとね、ほん、なんか、やっぱり、スペインから来た匂いというか、なんかありませんたまに外国の紙の匂いというか、袋の匂いっていうか、独特な匂いあるじゃないですか。ちょっとね、そんな匂いがします。ので、ちょっと開けてみたいと思います。その前に、あとね、この宛先のところ、ちょっと一応見てみようかな。あの、そっち側見せられないんですけど、ちょっと宛先の方を見たいと思います。 先こちらじゃあ見てみます <laughs> ちゃんとラリーガから来てますね。あはいはいはい。ハクテウラノットコマーシャルインボイスって書いてあります。はいそうですね当たりましたんで、おーちゃんとおー、ちゃんとねラリーガのスタンプも入ってます。ちょっとこれお見せできませんけど。 はいちょっとじゃあこれ終わりですねまあちょっとモザイクかければいいかこんな感じで来てますもうこれ今ちょっと上開けちゃいましたけど見てみましょうかまああのジャジャジャじゃんあこれも住所入ってますねはいちょっとモザイクかけたいと思いますけどうんうんうんなるほどねなるほどなるほど まあ特に変わったことはないんですけど、ちゃんと。なんか匂いが。します。はい、何の匂いなんですよ。これはね。では、開けます。お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 。じゃじゃん。 はい、皆さんあの表なんであれですけどもう本物かどうかも本物かどうかっていうか使ったものかどうかも分かんないかもしれませんが裏しっかり入ってますあのねやっぱサイン入ってますよちゃんとこれね今すみません匂い嗅ぎましたけどこの匂いですねあのうんこれはい分かりますここ サイン入ってるんですけど、汚れ、ついてるんですよ。なので、これですね。あの、洗ってないです。<laughs> 洗ってない武藤選手のシャツが届きました。ちなみにサイズは M なので、私着ようと思えばぴったりです。まあ、着ないですけど。着ないですけど、ぴったりです。へえあ、あなんかシミが、はい。ありますね。転んだシーンありましたもんね。 へー。私こういうのね、初めてなんで、あれですけど。へー。すごいですね。皆さんどうですなんか、感動なんですけど、ちょっと感動しすぎて言葉が出ないというか、こんな感じ。あと、なんだろう、ここにちゃんと、オフィシャルプロダクトっていう感じで、ちゃんと貼ってあります。ね、ここね。ちなみに、エイバルのインフォームは私初めてなので、 コレクションの一つに加わりました、えー、これ額に飾った方がね良さそうですよねうんねちょっと額いい額あのユニフォームあのもうサイン入りのやつとか飾って部屋に飾っているよっていう人いい額縁っていうかあの保存というか保存方法とかもですね含めてちょっと私知識ないのでおすすめ あったら、ぜひ、あの、コメントしてください。はい。ちょっとこれ、しばらく。いや、これ抱いて寝たら、ほら、これ洗、洗ってないから、ね、匂いもするんであれですけど、ちょっとね、綺麗に保存したいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。